こんばんは。さあ始まりました、リーマル社長のライフトーク。司会のリーマル社長こと安田恵里です。そしてはい、リーマル社長の夫でありビジネスパートナーの小島です。お願いします。はい、そしてイジリー岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組では毎回素敵なゲストの方をお招きして様々なお話を伺ってまいります。今回もとっても素敵なゲストの方が登場しますので皆さん楽しみにしててください。それではリーマル社長のライフトークスタートです。今日は私の推しが来るんです。推しなのでマジで、はい、もうずっとあのインスタグラムを拝見させていただいてて、うん、めちゃくちゃ可愛いって思ってた方が、うん、ついにゲストに来てくださるということで。じゃあ今日はリーマル社長の案件ということで。もうあのただただめでさせていただけるという日って聞いておりますので。はい、なるほど、はい、楽しみですね。はい、はい、なのでちょっとあのまずご紹介から普段と違って長くなりますのでお聞きください。では早速ゲストの方をご紹介させていただきたいと思います。はい、何話のブラックダイヤモンドとして強烈なキャッチコピーで活動中。知ってる。うん、グラビアアイドルをはじめ、うん、ドラマ出演や2020年には初主演映画が公開されたりと、うん、もうさらにバラエティへの出演、うん、番組 MC も務めるなど多岐にわたりご活躍中の橋本梨乃さんです。はい、前振りないもんね。ないですね。花口さんです。花君です。名前間違えた。名前間違えたすごい、本当。じゃあすごい楽しみだったの。楽しみです。画面越しにすごいインスタで見ていた、うん、見てください皆さん、本当にこの愛らしいお顔とこのスタイル、うん、すごくないですか。ありがとうございます。しかも喋るとまたちょっとまたギャップがあって可愛らしくて、うん、もう十分じゃないですか。違うんです。そしてあのさらにちょっとこの番組ではあのご覧のトークテーマの中から毎回ゲストの方にお話ししたいテーマを選んでいただいているのですが、今回のゲスト橋本さんには美容健康ダイエットを選んでいただきましたので、はい、もう気になる点をいっぱいお聞きしたいと思って。2人で話せばいいじゃないですか。ついてきてください。だってもう健康っていうのは持病があるかどうかですか。痛風とか。違います。違うじゃない。はい、だから皆さん今日はあの本当に目の保養、そしてあの目の保養です。俺たち多分今あのカメラさん撮らなくて大丈夫です。もうあの抜きでずっとお願いします。皆様に今日はこのカメラも橋本さんだけだけです。あのカメラはリーマン社長だけで見てる。俺引き上げでいいかな。端に入ってるぐらいでもいい。全然キー的な。キー的な。はい、じゃあのちょっとトークテーマ。いやもうちょうどちょくちょくどうしたどうした言ってごらん。どうしたあの分かります。この皮目とかの愛らしい、もう愛嬌があるってこういうことなんだなっていう目とか、でもバランス取れてる、なんかもう美人でもあるし可愛らしさどっちも持ってるお顔ってなかなかない。なかなかいないよ。なかなか本当にいない。なかなかいない。こんなに褒めてもらえることないです。ないです。同期聞きたいというかこうテンションが同期聞きたい。休止そういういや本当ちょっともうちょっと見れないんだ。見れないです。同性に好かれると嬉しいよね。嬉しいです。本当ですか。はい、もうずっとして前髪もあの前髪に行くの時間がかかる。違う、あの2パターンあるんですよ。あのセンター分けをされてる時と前髪作られてる時が、で私あの前髪作られてる時はずっと見ると前髪作りたくなるし、センター分けされてる時はもうセンターにしたくなるし。今日一か八からセンター分けしちゃったんだ。いやもうあの切られてるのは知ってて、なのでこの髪やっぱりセンターもすごい大人っぽくて可愛いんですけど、やっぱり定番はこの前髪って私もイメージがあって。詳しい、めちゃくちゃ詳しい。ありがとうございます。本当に今もう顔いって髪の毛いって、じゃあ次マフラーマフラー何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 マ
あの美容研究ダイエットで、はい、ちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、あの見せるっていうグラビアアイドルさんということで見せるお仕事でもありますので、うん、やっぱり美容とかダイエットとかすごい気にされているっていうことで気にしてますね。なんかもともとすごい食べることが好きですぐ太っちゃうんですよ。なんですけどやっぱり撮影の時はこう私胸もそうなんですけど腹筋とかも一つの売りとしてやってるのでこの線が出るか出ないかっていうのは前日の本当塩分の摂取量で変わってくるんですよ。そんなに結構ギリギリまで、はい、そうなんですよ。なので前日にもうほぼ塩分を取らずに大事な撮影の前日はもうサウナに行って汗出したりとか例えばこうサラダを食べるときはドレッシング塩が入ってないものだったりとかオリーブオイルだけとかお寿司食べるときもお醤油つけなかったりとか美味しくなくてもその我慢そうですね。でもそれやってるとあの逆に慣れちゃって外でこうご飯食べるときに塩分がすごい高いなって思っちゃうんですよね。じゃあもう舌がそうなっちゃってそうですね。だいぶ慣れてはきますね。ただあの食べることが好きっていうのがあるんで、うん、大きい撮影が終わるとびっくりする量を食べます。そうなの、はい、そうなんだ、うん、私ちょっとウエストもすごい細くて、うん、そ曲線美ってお腹がすごいんですよ、うん、でも食べてもやっぱ戻るもので腹筋とかで戻したりとかそうですね。食べた後はもちろんお腹がこう出るじゃないですか、うん、なんですけどまた次の撮影に向けて例えばそれが大事な撮影が1週間後だったら1週間こうちょっとずつ戻すみたいな感じで、1週間であのスタイルに戻るっていうのがすごいなって思って。だから例えば旅行とかに行っちゃうと好きなだけ食べるじゃないですか、うん、だから割と体重増加して帰ってくるみたいな感じですいつも、はい、そこからまた戻してる、ね、そうですファンの方からも磨き抜かれたスタイルはプロの証と言われてる橋本さんのこのスタイル。なるほど。すごくないですか。確かに腹筋がすごいですね。筋もすごいんですよ、はい、でこの縦のラインが出る出ないが本当に毎日の調整で結構分かるというか、あもうこれが塩分で。そうですそうです。このウエストのくびれとかってよくポージングでもされてるじゃないですか、はい、やっぱすごい腰とか実はなんかすごい辛いところとかないのかなとか、うん、辛いとこしかないですね。辛いとこしかない。ないです。本当にめっちゃ力入れてめっちゃ力入れて、はい、うん、ずっと力入ってますね。これ指でさせてもらっていいですか。どこ今一番今これでこのポージングで実際一番きついのは首筋なんです。首筋、はい、首はこう首はこうなってるんで首筋が一番厳しいんですけど、はいはい、ちょっと何ですか何ですか。そこに行くから俺が刺すからどこですかどこですか。こちらこっちですこっちです。違います。奥ですね。この奥です。奥です。奥です。これ話してくれるこれ違うこの中にいるんじゃないですか。いるんじゃないこの奥ここあ違います。あのどうだ上側の首筋です。今やってもらっていい。このこっちの方ですね。上の方。あここそうですそうですそうです。ここ、はい、ここが意外ときついんだ。きつくてこれ一個あれなんですけど普通こうやってやったらここにシワが寄るの分かりますか。下の方のこっち側にシワが寄らないようにちょっとだけ上向くっていうのもテクニック。傾けちゃうとここにシワが寄っちゃうんですよね。ちょっとリーマンちゃんやってごらん。えちょっとこれえどリーマンちゃんは綺麗なフェイスラインしてるから結構いや綺麗ほら綺麗です綺麗です。ぎこちなさがさいやいやぎこちダメですダメです。あちょっと次に行きますけどこれって結構あれじゃないですか、うん、これもベストすごいこれですよ違うよそれはあのセミヌードですよねそれは大事じゃないです。で次の資料お願いします。はい次は可愛いで行ってみたいと思います、はい、ありますか可愛い。ああ可愛い可愛い俺見てる俺見てる見つめ合ってる見つめ合ってる見てますなんて言ってもこの笑顔でちょっと歯が出てくるところとかが可愛くてこのもう一枚あるんですけど可愛いがさらに来るんです。もう可愛いじゃないですか。でもこれとかも多分難しいだろうと思うから二の腕こうプッて太くなっちゃうじゃないですか。そうですね胸寄せる時ってやっぱこう二の腕がムニュってなっちゃうんですよ。なのでこう隠しつつこうやるみたいな隠しつつですごい後ろに隠しつつやるんですよ。
そういうのってご自分で開発されるもんですか？なんかこうずっと写真を撮られていると、はい、どの角度が一番綺麗に見えるかとか、うん、どの角度が一番細く見えるかみたいなのは、うんうんうん、ちょっとずつ分かってきてますね。すごいですよね。で最後なんか、うん、これはもうまた大人の魅力っていうんですか、うん、ちょっと露出が少ないだけど胸もすごい形も綺麗。そうですね。やっぱ二の腕をお使いになりますか、はい、そうです。これもう水の中からバシャっていうのを何回も何回もマネージャーに撮ってもらって、うん、何回もなんです。そうです。なんかこういい水のしぶき残り方みたいなのがやりたくて、体が乾いてるより水着が濡れててこのちょっとひっついてるのが良くないですか？確かにそうですね。体に、ね、はい、水によってね。そうですそうです。今ここのこの骨のさ鎖骨のね。これね、鎖骨好きなんじゃないですか？鎖骨も好き、でもね、やっぱでも胸に目がいっちゃう、胸好きだから、ね、うーん、なんか、いや、ありがとうございます。リーマル社長のライフトーク、今回はグラビアアイドルの橋本里奈さんにお越しいただきました。はい、どうでしたか？どうでしたかは返しますよ。どうでしたか、今日もテンション上がっちゃって。たまらないです。本当たまらない。もう今思い出しても帰りの時の後ろ姿までめちゃくちゃ可愛かったですし、まず何よりもあの画面越しにイジリーさんがこうされたじゃないですか、モニターでね。モニターでもうあれとかもめっちゃ面白いし可愛いし、もっと面白いと可愛いが満載でたまらなかったです。はい、今日はリーマル社長に感想いただきました。ではここでリーマル社長、おじまる副社長からプレゼントのお知らせです。はい、今月は大丈夫、はい、もうちょっとすみません、失礼いたしました。はい、今月はこちらルイ・ヴィトンのクッションを抽選で1名の方にプレゼントいたします。私リーマル社長の SNS アカウントフォローなどで応募できますので、詳しくは番組ホームページもしくはテレタマアプリをご覧ください。私たちへの質問も受け付けております。また番組内でメッセージを読み上げた方には素敵なプレゼントもありますので、皆さんどしどしメッセージをお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしています。はい、では今週も一つメッセージをご紹介させていただきたいと思います。はい、サイボーグ9号さん、60代男性の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。社長の信念は何ですか？会社の宣伝は全くなく、いろんなゲストの他では聞けない話が聞ける番組をありがとうございます。ずっと続けてください。嬉しいですね。信念は何ですかと。信念はもう話す長くなっちゃうのが多いで、でも生きていく上での信念は、いつ死ぬかわからない、明日死ぬかもわからないから、愛する子供と夫であるおじまるちゃんと自分の体をいたわりながらその日々選択をしていくっていうのを信念にしています。素晴らしい、素晴らしいそう、皆さん今誰でしたっけ、サイボーグ9号、サイボーグ9号、今の言葉をご自分で色紙に書いてご自宅に飾っていただければ。そんな話じゃない。ありがたいお言葉をいただいたみたいな。違います。本当に、そんなサイボーグ9号さんに個人的にお知らせします。個人的にですか？サイボーグ9号さん、私舞台やります。とんでもピーターパンという舞台でございますんで、東京は国際フォーラムで最終日は入ってきますんで、詳しくは公式ホームページというのがあるんです。そちらをサイボーグ9号さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあこれサイボーグ9号さんと一緒に見に行かなきゃだね。行かなきゃいけない。じゃあ、はい、行くことなし。行きましょう。行きましょう。あの DM してください。はい、さあこの番組ではこれからも素敵なゲストの方とのトークをお届けいたします。はい、次回も引き続きリーマル社長の大好きな橋本里奈さんがいらっしゃいますんで、楽しみに待ってください。はい、それではリーマル社長のライフトーク、次回もお楽しみに。